はい、皆さんこんにちは、ナッチです。チャレンジダンジョンレベル9ですね。ついにバステト解禁。もうこれ禁断だからね。バステトはもうなんだろうな、もうチートまではいかないけど、ドラクエプロフェッショナルでいうアンカーナックル的な感じだから、ね、テリーでいうステルスアタック的な感じだから、まあ結構ね、僕の中では禁忌なんだよね、これを使うのは。本当に実力のあるダンジョンしか使わないみたいな感じです。ありえないと思うんだけど、もしかすると新竜王かもしれないから、一応闇経験をね1個だけ持ってるメイメイさんでいきます。多分ね、前回あいつがいたからあいつだと思う。いきましょう。先生がなんかあるか、先生があるのが一番怖いんだけど、先生だけは予想ができませんのでね。バランスタイプじゃない、悪魔ですね。悪魔で覚醒数でいきましょう。今回ばかりは指でいいや。よし、行きます。ここもパパッと勝っちゃいましょう。ハングリーハングリー。ここまで一緒やな、前回と。ですね、ドロップが悪いので一回受けます。場面悪すぎだなこれ。一応通夜組んでみるけど、この盤面が、ね、ちっちゃい時ってね、落ち込んがどうなるか分かんないんで、逆に消したらあかんない。今の消したら組めなくなっちゃうじゃん。耐えるか、ちょっと。さっき消したのは僕の間違いでした。このままちょっと気ドロップを溜め込む作業に移ります。回復をな、2コンボぐらいでなんとか追いつくぐらい。全然降ってこないな。3、4じゃ無理なんだよ確か。僕何回もねバステトでねこいつやってますんで、3、4じゃねこいつがね抜けないことが分かってるんですよ。落ち込んしたいですけど、あ、消えちゃった。お、めっちゃ降ってきた、めっちゃ降ってきた。次で行こう。次でバステト使って何があってもいいように回復もしながらね、行きたいと思います。さあ行くぞ。ここでここでここで、で下で作っといて、闇もこうしといて、水水水、あー、もう一個回復しときたい。よし、もうすごいね、盤面9コンボまあできるか、この広さならできるか。でむしろ狭い方がね、盤面にもよりますけどね、やりやすいっちゃやりやすいですよね。これちょっと広すぎて手に負えない。出た、突然パッと出てくるやつ。5から始まったね。次がまた、だからダメージがあったはずなんで、バステトよりかは楓かな。でも楓は後から使いたいからバステトでいきます。再び押します。で回復はします。レッツラゴ。ここで回復しといて、でここで落とす、でここで杖組んで、闇を分割したね。 OKOKOK、 こんなもんで、はいはい。まああわよくば倒してほしいんですけど、多分 HP は計り知れない。はい、ちょい残し。これがあれだったよね、デフォードとかだったらさ、ピンチの時に強いマンはまずいんでね。スキル使わずにここは突破していきたいと思います。逆にだから行動決まってる系はこういうちょい残しでね、怖くないのがありがたいっちゃありがたいですね。あ、でもこいつは気違いですけどね。あ、待って、イルシックスいるんじゃね、ネゴシックスいるんじゃね。これ早速、あ、でも5から始まったからな。5、6、1、2、3みたいな、5、4。あー、なるほど、そういうことね。やっぱ運営さんもちょっとね、こういうとこに遊び心入れてくれるのがね、嬉しいですよね。メイメイ使っていいですかね、これ。ビッシュヌ、カエデ使ってもあまりよろしい場面にならないので、メイメイでいきたいと思います。わーおーわーおー、もう、ひってーなまあ、メイメイがね、こういうことするってことは倒せるってことを意味するんですけど、にしてもだよ、にしても光が多い。結局これ、カエデさんも使う場面になるわ。仕方ねえ。よし、行きまーす。2way3個組めれば、さすがの僕も許してやる。あー、繋がっていく、繋がっていく。16倍出たら大丈夫やろ。OK じゃないと思うけどな。倒せるとは思うんだけど。よし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 。バステとか100万出てたら、まあ、いけますよね。3リアか。バステと使います。ダメージ受けるとめんどくさい系です。行きたいと思います。こいつをじゃあここで2で組んじゃって、
はいはいはい、よし、いい感じやん。8、9、10、目覚めてるはずなのにな。落ち込んどころかキドロップが全然降ってこないぞ。よし、いい感じですね。そして5回、アイスエッジ、バンドエイジ君ですかね。バンドエイジ君久しぶりやな。強敵が出ますのはまあ当たり前。 2A を組みたかった。あれ、落ち着いてやったら組めたんじゃないか。あ、すごいすごいエイジだ。ちょっとスキルため直そうかな。じゃあてかシーフ連れてきた意味あんのこれ。次の補正ワングレンでしょう。あるあるある、きっと、あ、ないわ。シーフ連れてきた意味多分ないわこれ。まあでもね、何があるか分かんないからね。逆に言えばさ、そのだ、そのなんだ、情報も分からんとこにさ、シーフを連れていくこと自体がさ、賭けみたいなもんなんだよね。これで倒せるかな。スキル使ってないけど、うわー、 HP が多いんだな、これ。硬いんじゃないんだよな、 HP が多い。よくね、うわ買ったとか言うとね、ナチさんそいつ防御はありませんよとか言う人がいるんだよね。これは HP が多いというね、表現の方が正しいんでしょうね。素晴らしいエイジです、素晴らしいエイジです。で、次どうしようかな。ワングレンは目覚めで倒せるかな。あいつも時間があるキャラではあるんでね、この2体は、一応ゆっくりは倒せるモンスターではありますね。目覚めといて落ち込んにもちょっと助けてもらおうか。こいつも強敵であることに間違いはないので、おい、バステド使ってないんだね、ちょっと控えめに。なんか目覚め、あ、目覚めたわ。目覚め使ってんのになんか全然降ってこねえなと思ったんですけどね。これで多分半分ぐらいまで減ります。なあ、もっといきましたね。竜輪で回復を消される、回復消すのやめていただきたいね。じゃあシーフ一応貼っとくか、ここで。ないと思うけどね、次が先生、あ、次まさかのイルシックスとかあるかもしれない、ね、出てきた瞬間に投与するみたいな。コンボが、コンボがうんち、コンボがうんち。こっちこに助けられました。よし、何でもかかってこいや。来ちゃまずいのとかないもんね、こいつが出た以上。だーれた。続けるぞ、何をですかね。何をですかね。はい、まあとりあえず減らしましょう。だからさ、こいつが出ると思ってさ、僕はシーフ連れてきた意味あったかなと思ったんですけど、これバステトの全体攻撃のこの演出だけでさ、そのリターントゥーゼロが誘発できるんで、結局意味なかったっていうね、まあ、そういう結果です。よし、玄武飛星陣たまるんで次で倒せるでしょう。結構減ったぞ。結構減ったぞこいつで、メイメイ、まあ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 、で帰れ、ビシムはたまらずということで、もうこのまま倒してしまいましょう。下に固まってるから今回はじゃああのパターンでいこうかな。どうしましょうね。4、右で盾を作って、また盾戦法でいこうか。ちょっとなんかほどほどに分かれてて組みにくいんですけど、いや、ここは、いや、盾戦法でいきますわ。盾でいきたいと思います。ここで 2way を作って、こっちに流れていく感じですね。時間はある。まあ、いけるでしょう。お疲れ様でした。チャレンジダンジョン9かな、これがもう。次回10か、早かったな。10もこのパーティーで行く予定であります。そうだね、五右衛門がいないことをひたすら祈るしかありませんね。以上、チャレンジダンジョンレベル9でございました。ちょっと受け取っとこうかな、この辺。ヒカピー、モクピー、モクピーありがとう、メイズピーですね。だから次回がホノピーか、逆だったんですね、ただ単に。なるほどなるほど、やっぱりモクピーが一番可愛いよね。なんかそんな感じがします。てか、異論は認めん。はい、ということで、次回チャレンジダンジョンレベル10、今回こそはね、初見クリアしたいですね。頑張っていきたいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。よければ次回の動画もご視聴よろしくお願いします。さよなら。